ということで皆さんこんにちは、トットと申します。今日は久しぶりに開封動画レビュー、イエーイ。何を買ったかというと、じゃじゃーん、はい、噂のですね、ダイソンエアウラップコンプリートボックスを買いました。はい、自動で、髪の毛が巻ける、なんと画期的な、まあ、コテというかドライヤーなのかということでですね、早速開封して実際に使ってみたいなと思います。今回はこのコンプリートを買ったので、全ての、ブラシが中に入ってるんですけれども、はい、ということでケースこちらです。じゃじゃーん、ちゃんとダイソンって入ってます。こんなにしっかりなケースに入ってるんですけれども、中身がパカッ、まだ入ってる。蓋を取るとじゃじゃーん、まあ、こんな感じで中身入ってます。まあこれがですね、結構いい感じで、まあ値段もするんだけど、それ以上にまず1つ目、これでドライヤーが使えます。この噂の中丸いやつあるじゃないですか、それのと同じ火力が出るっていうことで、まあこれ一つで、まあドライヤーも使えるとです。それから、まあ後で実践しますけれども、こちらこれをですね、ここに当てるとくる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 って髪の毛に、あの髪の毛が巻きついて自動でカールを作ってくれるという、この画期的すぎるシステム、これが一番、まあ私がね、まあ、CM とかで見てめちゃめちゃ欲しいと思って、まあ、あとはドライヤーのブラシ、これ柔らかいのと、まあ、硬いのが、で最後にこのここら辺のボリュームをこう出す用のものですね、というブラシがあります。女の子って大変なんですね。そしてこれが本体です。すごい高級感が、高級感がすごい。じゃじゃーん、本体はこんな感じになっています。ここにいろんなものをつけてやっていくわけなんですけども、まあ、温風と冷風、それからここで、まあ、この温度のなんか3段階で調整できるのと、風量も3段階で調整できるようになっています。でここがね、掃除がする場所なんですけども、掃除もすごい楽、チーンと効いているので、もうね、お手入れも楽です。ということで早速このダイソン、噂のダイソンがどれだけすごいかっていうのをね、実践していきたいなと思います。普段私は、まあ、会社行く時とかポニーテール、髪の毛が今中途半端な長さなので、それこそ今こうやって髪の毛を取るとこんなにポニーテールの跡がポニーテールの跡がこんなについている状況です。まあ、これをこうやってブラシで溶かして見るとよくわかると思うんですけれども、すごいくっきりとポニーテールの跡がついています。まあ、これをじゃあ例えばこの状況では外にさすがに下ろしたままでは出れないので、普段どうするかっていうと、まあ、普段私はアイロンを使ってここをこうやってやってストレートにするというね、ことをいつもやっています。で例えば土日、外にお出かけするときはこのカールのコテを使って、またこうやってくる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 ってやって、こんな感じでやっていきます。それで、まあ、仕上げにスプレーをしたりですとかするんですけども、このダイソンのこれはあると、これ一つで、まあ、こんなに2個も3個もいらないということも聞いているので、まあ、半分ダイソン半分いつものやり方でやりたいなと思います。まあ、まず膜にしても
髪の毛がすごく癖づいてしまっているので、ストレートで私は髪の毛をまずストーンってして上で巻くようにしています。はい、ということで、180度になったこなりましたので、これを使っていつもこんな感じでストレート、ここら辺とかもボコってなってるので、ここら辺もこうやってやっていく、ね、こっちに比べると何綺麗にまっすぐになりました。でこの後に今度はコテを、カールのヘアアイロンに切り替えてやっていきたいと思います。はい、170度になりました。まあ、分かりやすくね、こんな感じ。まあ、これで私はよくミックス巻きにしているので、例えばこの内巻きにして、ということで、こっち、まあ、ざっくりですけど巻きました。まあ固定なので、まあ170度なので、こういう首筋とかに当たるとやけどの跡になってしまうので、あとこう熱とかを確かめたりするから、まあ、手とかもやけどしないようにいつもあえてやってるんですけれども、だいたいいつもこんな感じでやっています。まあさすが固定なだけあって、まああと慣れてるからサクサク巻けました。いい感じ。はい、これがいつものやり方です。そして今日はじゃーん、ダイソンでやってみたいと思います。じゃあまずは、まあ、ドライヤーになるので乾いてる髪ではなく、ちょっと髪の毛を濡らします。まあ、濡らしたので、今度はここにこのブラシを使ってこの跡を取っていきたいなって思います。ドライヤーなので音はさすがに、まあ、するんですけれども、ということでオン。おーおー、温かい空気出てきた。そしてここでこうやって取っていきます。うわ、もう取れてきたよ。こうやって、こう全然あっ、いい感じ。すごい。180度でもそれなりに3回くらいやったのに、100度でかなりストレートになりました。はい、ということで次カールをしていきたいなと思います。このダイソンのカールなんですけど、ここに矢印があると思うんですが、こっち向きに髪の毛が巻きついていく、こっちはこっち向きに巻きついていくので、まあ、ミックスにしたい場合は交互にやってもいいし、まあ、こうやってもいいんだけどね。まあなんか内巻きにしたい時はこっちでこうやって矢印が顔に向くようにやる必要か。これだと外巻きだ。こうすると内巻きで、こうすると外巻きになるようになっています。まあ、ここは鏡とかを見ながら矢印が外側に向くようにとか内側に向くようにとかってやると全然なんか分かりやすいっていう風に店員さんが言ってました。ということで、まずは私はまあ外巻きにしていきたいなと思うので、こっちのコテを使っていきたいと思います。はい、できました。でこっからなんですよ、皆さん見ててください。オン。はい、音符出てます。いきますよ。見てください。勝手に
髪の毛が巻けるんです。ほら、すごくないですか。何もで、こうやって、でこの後に冷風に切り替えます。で、ここで浸透させて止めて、下ろすと、おー、負けてます。いい感じ。こういう感じでドライヤーなので、まあ、湿った髪の毛にやるっていうのが効果的です。ということで、こっちもいい感じに、まあ前だけですけど負けました。はい、もう本当にこうやったら勝手にくる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 って負けるので、すごい楽ちんだし、やけどの心配もほぼない。100度くらいなので、まあパッて触っても全然180度に比べたら熱くないです。まあドライヤーなので、この後におすすめはこれ、おすすめは、まあ、こういったケープの、まあ、ふんわりキープとかで、こう、こうやってちょっと、ふわっとキープさせてあげると、もう、崩れる心配もありません。やっぱ巻いてから、なんつうの？ポニーテールとかした方がふわっとしたポニーテールになるので、まあちょっとだけおしゃれ、ちょっとだけね。まああとね、なんか噂のダイソンをやっと私もトットの家にもついにダイソンが登場したということで、それも嬉しい。ダイソンの仲間入りまあね、ちょっとまあ高い買い物ではあったんですけれども、でもなんかまあまあ面白いし、なんかまあそうやって結局こうやって使えるものだし、ドライヤーにもなるので、まあ結局便利だなって思いました。これも使って、前髪とかもあれこうふんわり仕上げることができます。こうやってこう空気をね、ゆっくりにして、あとは急にこうやるだけで前髪もめっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ一瞬ね、一瞬ですよ。これはもうなんか前はこういうのを買ってドライヤーを当ててこうやってやってるんですけど、片手でできちゃうですので、本当に良かった。まあ、何点を言うんだったら、まあなんだろうな、まあ、ちょっとやっぱ高いし、まあなんかそう簡単に手に入るものではないんだけど、でもなんか3年保証だったか2年保証だったかもついてて、結構なんかサポートも厚いから、壊れても、故意に壊れちゃった場合、自分で壊したじゃなくて自然に壊れちゃった場合は交換とかもフルでやってくれたりとか、まあなんか本当にドライヤー一番使うのはやっぱドライヤーとか、まあ、固定とかになってくるのかなって思うんですけど、まあ、こうドライヤーにもなるっていうのが私の中では結構でかかったです。購入のポイントとして、なんか固定だけでやっぱ数万ってやっぱ高いなとかと思ったりするんですけど、ドライヤーとしても使えるので、これ一番ちっちゃい風量でこれですよ。一番めっちゃ風量、風圧これはすぐ乾くわ。はい、まあね、こういうことやっても強い風にも耐えるカール
ということで今回はこのダイソンの自動で巻けるコテを、コテっていうかまあドライヤーなんだけど自動で巻けるやつを購入しました。で太さも 2種類あるので使い分け、ロングになったらねこっちもやってもいいかなって思うんですけど、とにかくこれがねもう使いたかったので、これをもうなんか実感できて私はめちゃめちゃ嬉しいです。すごくない？本当面白いよね、よくこんなの思いついたよ。いやマジですごいと思う。旅行もこれ1本でいいもんね、もうコテ何本も持ってく必要ないんで楽ちんです。はい、ということで今回はこのダイソンのこういう自動で巻けるエアーダイソンエアーラップコンプリートを紹介しました。イエーイ、買ってよかったぜ。はい、よかったらぜひぜひ、女性の方とかはぜひ参考にしていただければなと。まあね、モデルさんとかがみんなインスタとかで使ってるので、まあ、そっちを参考にするのかなと思うんですけど、男の人からしたらうわ面白って思っていただければと思います。女の人にプレゼントとかめっちゃ喜ぶと思います。ぜひいかがですか、回し物ではありませんということで、お疲れ様でした。皆さんも毎日を美しくハッピーに過ごしていきましょう。よかったらぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは久しぶりの、商品買ったよ紹介でした。バイバーイ、またねー。